ブラウンイノベーションの50周年記念展覧会に姿を見せたディーター・ラムス教授ディーター・ラムスはドイツのビースバーデン出身のインダストリアルデザイナーで家電製品メーカーであるブラウン社と密接に関わるとともにインダストリアルデザインにおける機能主義派の人物。ラムスは1943年から1957年にかけてビースバーデン製作技術学校で建築並びに 大工技術を習得した。1953年から1955年まで建築家、オットーアペルの下で働いた後、電気機器メーカーであるブラウンに入社、1961年よりデザイン部門のディレクターとして1995年まで勤務した。ラムスはかつて、自らのデザインアプローチを、ウェニガー、アーバーベッサー、つまり、レッス。 バッドベターと語ったことがある。ラムスと彼のスタッフは、ブラウン社で記憶に残る数多くの製品をデザインしているが、その中には有名な SK-4、レコードプレイヤーや優れた品質を備えた 35mm フィルムスライドプロジェクター、D シリーズ、D45、D460 がある。彼はまた、1960年に微通。 ビゾ社が発表した606ユニバーサル、シェルビングシステムをデザインしたことでも知られている。コーヒーメーカー、計算機、ラジオ、オーディオ、ビジュアル機器、消費家電及びオフィス機器など、彼が手掛けたデザインの多くは、ニューヨークのニューヨーク近代美術館など、世界中の様々な博物館の収蔵品となっている。ディーター・ラムスは、1998年に退社するまで、 30年以上に、渡りブラウン。AG のデザイン部門のトップとして活躍した。彼は今なお、デザイン業界において、伝説的存在とされており、最近では、雑誌ウォールペーパーのデザインも手掛けている。ラムスのデザインは、iMac や iPod、iPhone をデザインしたアップルのジョナサン・アイブに影響を与えている、と、多くの人が指摘している。特に、 iPhone の計算機アプリケーションには、ラムスがデザインした、ブラウニー T66 計算機からの影響が明らかであるとされている。ラムスは、現在における、大衆化した、良いデザインの代表として、IVE の仕事を高く評価しており、Apple のデザインは、私のデザインのコピーなどではなく、私の過去の仕事に敬意を表してくれていると思っていると語っている。ありがとうございます。